テレポート山陰は、山陰放送で平日の18時15分から19時に山陰地方向けに放送されている夕方のローカルニュース番組。1977年4月4日に放送開始。1975年から1990年まで放送された TBS テレビのテレポート TBS6 に合わせて TBS 系列のローカル局の一部で多く制作されていた。テレポートを冠した番組の一つにして、2006年4月に北海道放送のテレポート2000が終了してからは TBS 系列局でテレポートを冠する唯一かつ最後の番組。さらには2018年4月に福島テレビのテレポートプラスでテレポートの名称が復活するまでの一時期は他系列や独立局を含めても唯一のテレポートを冠する番組でもあった。放送開始以来皆無の解体履歴は、夕方のローカルワイドニュースとしては、同じ1977年に夕方時間帯に移った青森放送の RAB ニュースレーダーや、同じ1977年4月4日に放送を開始した IBC 岩手放送のニュースエコー等とともに特筆に値する。また、JNN 系列のローカルワイドニュースでは2019年、現在、テレビ高知のイブニングコチに次いでニュースエコーと並ぶ長寿番組であり、山陰地方のテレビ局では NHK 鳥取、松江を含めても最長寿の夕方ローカルニュース番組でもある。また2019年10月以降、すなわちイブニングコチ放送終了後は、西日本の JNN 系列で唯一、JNN ニュースコープ時代から、JNN ニュースの森、JNN イブニングニュース、総力報道。ザニュース、そして、現行の N スタに至るまで一度も中断することなく、面々と続いている平日夕方のニュース番組にもなった。2009年3月30日に TBS テレビが平日17時50分19時50分に大型報道番組、総力報道、ザニュースを開始させてからは、テレポート山陰は同番組中の18時5分から18時45分に、内包される形で継続されたが、同年9月28日に総力報道。ザニュースの放送時間が18時40分19時50分に短縮されて、放送開始時刻が5分早い18時40分に変更され、19年6ヶ月ぶりに18時からのスタートになった。また、これに先駆けて17時5分に予告編のニュース5を放送していた。しかし、2010年3月26日に、総力報道、ザニュースが終了し、それに代わる報道番組として、同年3月29日に、N スタがスタートするのに伴い、放送時間が18時15分から18時55分に、再度繰り下がった。また、2010年頃には、特集テレポートを毎月最終土曜日11時15分11時45分に放送していた。2017年、放送開始40周年を迎えた。2019年4月1日、公式 YouTube チャンネル、テレポート、山陰チャンネル開設。本放送終了後に、反省会と称したライブ配信を行っている。また、同時期に、ロゴも長年のテレポート山陰から、テレポート山陰に変更された。2019年9月30日より BSS ラジオにおいて平日22時22時15分にテレポート山陰応援ザラジオとしてテレビ番組の音声のみの15分ダイジェスト版時差サイマル放送で放送されている。ロード 2J、ガッツスポ、金スポもともと J リーグがいなーれ鳥取を応援するコーナーとして始まり、その後 BJ リーグ、島根スサノーマジックなど、山陰地域全体のスポーツの話題をコーナー内で一括して取り上げることに伴い、コーナータイトルを変更、現在に至る。ガツ、スポは毎週月曜日に、金スポは毎週金曜日に放送していた。そうだったのか。杉原美香による金曜日のレギュラーコーナー。これまでにも街で噂のいかねばなるまいという別名の杉原コーナーがあったが、ただ単に何かを体験して、ワーキャーいうマンネリズムを打破すべく、2006年10月に疑問を徹底解明するリサーチ型にコーナーを改めた。ありがとうございます。